こんにちは、写真家の湯浅です。注文した α7S3 ですけど、10月9日の発売なんでまだ先なんですけどね、以前から少しずつ噂の出てた α5 について新しい情報がありましたんでご紹介します。ややこしいので名前は α5 としますね。で、実は α7IV かこの α5 は欲しいなと思ってます。ソニー機は α7R3 と α7S2、そして今度の α7S3 となるわけなんですけど、まあ私の場合ですね、もう少し気軽に使えるエントリー機が欲しいと思ってます。まあ今は YouTube の動画は主に α7S2 を使ってるんですが、機材なんかを映すために使うのはもったいなくって、その S2 自体の撮影にも使えないんで、気軽に機材とか撮影状況の動画を任せられるエントリー機が欲しいんですね。 EOS6D とかもあるにはあるんですけど、また GoPro も使っていますけども、広角しかありませんよね。ただの記録にしか使えません。ということで α5 注目しています。で、α7IV も気になるんですが、α7S3 も EOS の R6 も買うんで、まあもういらないかなというところですね。α7IV、その α5 ですが、例によってソニーアルファルーマースが、まあ信憑性は低いとしながらも、ソニーの α5 もしくは α6 のスペックが出ています。サイトの日本語訳でいつもやってましたけど、分かりにくいと思いますんで、まあ文字ばかりになりますけど、訳してみました。主なところです。5段分のアイビス、手ブレ補正ですね、ボディ内手ブレ補正機構がつくと。で、条件付きですが 4K60p が撮れると。で、ポップアップの EVF を採用しているという噂ですね。主な噂です。ちょっと見てみますと、まず金属とプラスチックを採用した、まあ、α6000系に似た新ボディデザインを採用、新ボディデザインですね。で、グリップはバッテリーを収納するためにかなり大きくなっていると。以前からの噂ですけど、バッテリーは NPFZ100 と言われてますね。で、高速連射は5コマ秒、まあそんなもんでしょう。で、5段分のボディ内手ブレ補正機能、まあ、さっき言いましたがアイビスですね、採用されるという話ですね。で、まあ気になるところは主にポップアップ EVF を搭載っていう話で、これは以前の情報ではなかったんですけどね。で、ファインダー倍率 0.6 倍と、で230万ドットという、まあ具体的な値も出てきています。それ以外では α7S3 のようなタッチパネルを採用するとありますね。で、ポップアップ EVF ということは、筐体からして RX1、R2 でいいのかな、のような感じでしょうかね。こんなやつですけど、今まではこの α5 は EVF なしっていう情報でしたね。まあこんな感じでも EVF つくっていうのは歓迎する人が、まあなんだかんだ言っても多いのかなと思いますね。で、気になるところでは、タッチパネル採用と書いてあるんですけど、新しいメニューシステムとは書いてないですね。で、α7S3 以降のフルサイズ、ソニー機は新しいメニューになるとは思うんですけど、あえて古い使いにくいメニューを採用する意味はないとは思うんですけど、これひょっとしてプロセッサーが新しい BionzXR でしたっけ、でなければ、実現できないのかもしれませんね。でもタッチになってんだな。まあ記述がないのでよくわかりません。で、またですね、とても気になる部分ですが、バリアングルモニターとも書いてないんですよね。ここはとても気になるところではあります。まあ、採用してくれた方がいいんじゃないかとは思いますけどね。で、以前からの噂ですと、先ほども言いました通り、バッテリーは NPFZ100 と、USB は Type-C で、シングル SD カードスロットと、まあ、エントリー機ですんでそうでしょうね。マイク端子とヘッドホン端子の両方を搭載とありますね。で、時期とお値段ですけども、これはちょっと前から言われてたように9月中旬に発表する予定と、まあ、今のところ言われています。エントリークラスのフルサイズミラーレス機だと言われています。ちょっとびっくりなのは価格ですけど、1000ドル前後と言われてますね。
で、ラインナップ上最も安価なフルサイズミラーレス機となると。で、おそらく旧世代っていうか、まあ、今現状の世代のセンサーやプロセッサーなんかが使い回されると思いますけども、エントリー機なんで、このスペックでこの値段はちょっと安すぎるような気がしますね。1000ドルですからね。10万6000円。あんまり現実的な気がしませんね。で、ライバルは Z5 あるいは、EOS RP になるんでしょうけど、まあ、EOS RP はもうちょっと古くなっちゃう、古いと言ったらあれですけど、全モデルになっちゃいますんで、ライバルは Z5 というところですかね。Z5 より値段が安くって、コンパクトであることが予想されるんで、これまた人気が出そうですよね。で、新規で買うんであれば Z5 もとてもいいと思いますけど、まあ、私は今更ニコンには行けないんで、こちらの α5 の方はとても気になりますね。まあ、Z5 は値段的にも、まあ、この1000ドル前後を信用するなら、ちょっと違う位置になりますんでね。で、これからはこの α5 と、もう一個 α7-4 の情報が気になりますね。ちなみに α7-4 でしたら、α7S2 で新たに出来上がった新世代システムですね。まあ、そのうち少なくとも新メニューシステムとタッチパネル、あとバリアングルモニターっていうのはこれからも継承されるのがほぼ確実かなと思われますね。ただこの α5 についてはもう完全なエントリーキットになるとプロセッサーが多分古いのでどうなんでしょうね。まあいろいろと楽しみですね。それではあっさりめではありますが今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。